に乗れなかった人、扉が閉まります、ご注意ください。いいことスイッチ。皆さんこんにちは、ゆずるゆずとめましたゆうへです。すーちゃんです。ゆうりです。すみんです。すーちゃんです。すーちゃんです。さあ本日もですね、こうゼルダの伝説の実況やっていくわけですけども、まあ、これが第3回目になるわけですよ。1回目は、まあ、ちょっと始まりとちょっと老人を攻撃してみたということですね。で2回目は、まあ、ちょっと戦闘シーンを詰め込んだ動画でして、そして記念すべき3回目は、はい、ラスボスを倒しに行きましょう。イエーイ。いやまあ真のエンディングではないんですけど、一応のこのゲームの区切りの最後ということでね。最近のゲームって真のエンディングをやるために結構課題クリアしなあかんからね。ラスボスです。ピンク、怖い。ピンク、ごめんなさい。私の力ではもう不可能。何こういう4A 鉄の
力を力を使っていくっていう、すごい飛んでるやん、やばっ、こいつもそれ使えるの、あ、跳ね返す、それは多分避けれるんですよ、
でギタロックで止めて、もうちょっとですね、もうちょっと。ゼルダ姫見たことある頃の、じゃあそれだけ見てみて、サクさん可愛いかな、これラストですね。よいしょー。
あ、今あ、桜さくら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 頭上見えないよ。わー、桜置いてくれるなんて。待って、桜それ、多分、中枢さん。あ、桜桜、桜何してんの。多分、これ、降りて、出しましょう。そうですね、降りましたね。そう、降りて、ジャンプでしょ。いいんじゃね。おお、すごい。桜狙えるの。見えない。おお。やべえ。ダメ。じゃあ、お姫さん。え、今の姫さん。みんなのツイッターフォローしてあげてください。お願いします。